ガーリング星が五老星に昇格したという点もありましたね。神の騎士団の最高司令官から五老星への紹介があり得るということが判明したと。であれば五老星は元々が全員が神の騎士団出身と考える方が、あの強さ的には説明が今の段階ではつきそうなのかなというね。神の騎士団を経て五老星に昇格するという、そういうシステムが今まで取られてきたんじゃないかというねところでございます。シャンクスがフィガーランド系かもと考えると、シャンクスは後々の五老星候補ぐらいのポジションにいた可能性は十分にあり得るんじゃないかというところでございまして、まあね、 SNS 等では火水木金土が月火水木金に変わったとかね、そういうこう話で持ちきりなわけですけども、この後ねどういう風になっていくのか注目していきましょうというところでございます。ガーリング星がまあ五老星になったと、つまりはシャンクスっていうののね価値も一段階上がる感じもしますしね。シャンクスがどういう風に関わるのか、ガーリング星はどんな野望を持っているのか、目的を持っているのか、その辺をね注目していこうというところで、レライキさんご意見ありがとうございます。いや、ギンギラモッチ、ギンギラ久しぶりだえ。サターンが退場ということで悲しくなってスパチャしたえ。ドーベルマン中将がバカっていう描写で殺されたけど、サターン星の方がバカっていうのはお似合いじゃないか。散々ネタにしてきたけど、まさかいい見せ場もなく退場するとは思ってもなかったよ。サターンの退場を悲しんで。レライキさん、五老星のことクソミソ言ってたもんね。でもまさかこんなあっさり退場するとは思ってなかったっていう話か。いや確かにな、サターン星はめちゃめちゃ謎残ってたもんね。結局ね、魔法陣が結局何だったのかとかさ、勇気ってどういう能力なんだとか、不死身ってなんで不死身だったのかとかさ、なんでダメージ通んなかったのかとか、であとマリージョアと遠く離れた場所でテレパシーで会話できるの何だったのかと、であとその眼力でバカっていうあの攻撃も何だったのかとか、謎が多く残されたまま死んでったもんね。いや確かにこれは衝撃でしたね。でしかも後がまあガーリング星かいっていうね、かなり衝撃だったね今回は。仕事終わったら祝杯の宴をしようと思ってるガーリングが五老星になったということは、神の騎士団のシルエットから何かの能力者じゃないかと言われているけど、そうじゃなかった場合何かの能力を与えられるということなんでしょうか。ナスジュローが能力者だったので、願望ではガーリングは剣技だけを極めたおっちゃんであってほしいと。ナスジュローの相手がゾロなら、ガーリング星の相手はやっぱりシャンクスですかね。その場合は赤髪海賊団は麦わらの一味に加勢するのか、革命軍に加勢ですかね。200年前の回想でベガパンクみたいな顔の科学者がいるけど先祖とかですかね。あ、確かにな、確かにこのちょっと個性的な科学者いるんだよな、200年前のね。この真ん中のやつでしょ多分ね、真ん中の蝶ネクタイしてるね。万が一バレたら私がかばう、研究しろ。いやでも鉄の巨人を密かに研究してるサタン星だけが知ってると、200年前のサタン星が研究しろと、あれは後々の海軍の未来になるかもしれないから研究しろって言われている科学者がいて、あ、いやでもベガパンクの先祖ってことはないか。ベガパンクはバルジモアで普通に生まれてんだもんな。故郷がバルジモアだもんね、未来国バルジモアで。でこれはもう現にマリージョア近辺にいる科学者だもんね多分ね。サタン星とこう面識があるような科学者だから、あ、でもまあワンチャンあるか。バルジモアから優秀だからマリージョアの科学者になってて、うん、いやわかんねえな、ちょっとね、似てるのは似てるんだよねこれね。ガーリング星の相手ね、ガーリング星の相手どうなんだろうね。それこそワノ国の例えば飛び六方とかもさ、もう誰が誰を倒したみたいなのってさ、なんかそれこそアーロン編とかだったらめちゃめちゃわかりやすく幹部対幹部みたいなさ、人数もバシッてあっててさ、なんか戦ってるみたいなのあったけど、今もうぐっちゃぐちゃじゃん。ぐっちゃぐちゃでページ1はビッグマムが倒したりさ、なんかもうめちゃくちゃなんだよなあれ。結構誰が誰倒すっていうのがなんかこうぐちゃってなる可能性はあるんじゃないかな。麦わらの一味と戦うとしたらどうなんだとか考えるといいのかな。でも五老星って5人だから5人選抜だよね。それぞれの船長が倒すとか4校 vs 五老星みたいになるのかな。それでも4対5で合わねえんだけど、いやちょっとマッチアップ考えるのちょっとさすがにちょっと大変だなまだ。YAH ハーブさん、ハッペガありがとうございます。お疲れ様です。ルフィの10人目の仲間なのですが、ベガパンクのサテライトが5人は欲しいと言っていたのに増えていたので、ルフィも10人より増えていいのかなと思いました。確かにな、これもまだ考察の余地もあるんですけどね。あと5人は欲しいって言ってる時点でもうヨークは作ってたとかね、まだちょっと考えがいがあるところなんですけど、まあ確かに違和感として残ってるんですよね。実は
先に作ってましたみたいなのがなんか裏ルートがなかったんだったらストレートに読み解くんだったらあの時点でベガパンクは1人だったんだけどあと5人は欲しいって言っときながら6人増やしてたっていうね話になる。サテライトっていうのがイム様の悪魔の実の能力で作られたんじゃないかみたいな仮説を立てさせていただいたこともあるんですよね。6人じゃなきゃいけない理由みたいなね、サテライトがなんかそれとかっていうのがオハラの天体模型とかにヒントがあるのかなとその時ねお伝えしましたけど、オハラの天体模型って本来太陽があるところに青色の星があるみたいな特殊な天体模型なんですけど、ただ青色の星の周りにいわゆる衛星サテライトがおそらくは6つ飛んでるんだよね。だからサテライトイコール6っていうのはワンピース内の設定としてあるのかもしれない。なんで5体って言っときながら6体作ったのかはわかんないですけど、5と言っときながら6なんだったら10人欲しいなと言っときながら11人12人入ってもいいじゃないかっていうことなんでしょうね。まだ続きもあんのか。続き読んでいきましょう。リリスが仲間になる説はどうでしょうか。悪魔の実の数字の法則も仲間の人数に縛られないならクリアだし、ルフィの夢の果てもベガパンクならワンピースを手に入れた者が何をするのか見届け人として、夢の果てを知らなくても成立するし、役職も科学者として成り立つと思うのですがどうでしょうかと。まあ確かになんか船に同行するってなったらなんか仲間説はひとまずは出るよね。キャロット10人目説とかさ、桃之助10人目説とかさ、ヤマト10人目説とか、それこそボニー10人目説とかもなんかね出るでしょうけど、リリスっていうのがまあ確かになんかいろいろな種族が垣根なく集まってるメンバーみたいな言い方で言うんだったら、まあちょっとフランキーと若干被るとこあるけど根本的に違うからな。フランキーは自分を改造したねロボットっぽい人間なんだけど、完全になんかクローンみたいな話だもんね。ロボットみたいな話だから本当のね、なんか個性としてはリリスっていうキャラクターが10人目の仲間っていうのは個性としてはありかなっていうね、差別化みたいな意味では。それこそその仲間の法則、何人目っていうのの法則とか、麦わらの一味の仲間に入るための法則みたいなのって、まあその考察的に言わせていただくとあったりするんすよね。ルフィが海賊王になるためにと夢の果てに近づくために必要な役職を担うやつが入るとかね、なんかいろいろあったりするんですけど、でもその法則ってなんか10年前20年前はそうだなと思ってたんですけど、なんかその法則をどんどんぶち壊しにかかってる感じがするんだよね、ワンピースってね。なんか前半と海と後半の海のリンクみたいな話とかもなんかこう綺麗にいきそうな様相もあったんだけど、あえてその法則がありながらもう外してるような印象は私の中で受けたりするんで、なんか小田先生が特にね当てられたくないみたいなこと言ったりも してたりするんで、前例はそうだけど法則はこのようにあるけど、その法則をもう外してくる傾向もあるかなとも思ってるんで、リリスが10人目でも全然あり得るのかなと思ったりもしますね。凝り固まった話を言わせていただくと、リリスが仲間はねえんじゃねえのなんだけど、今のワンピースを考えるとゼロじゃないんじゃないかっていうね。ウータさん800円ありがとうございます。気質だったらすいません。五老星が鉄巨人を見た時、200年前にマリージョを襲撃した鉄巨人というセリフから初めて見たのは200年前で、800年前の20の王国 VS 巨大な王国の戦いには五老星はいなかったのではないでしょうか。ニカの覚醒も我々にとって伝説だと言っているので濃厚なのかなと思いますと。いや確かにね、鉄の巨人のこともそうだし、先ほども話に上がっておりましたけども、ニカの能力を目の当たりにして、あそこまで掴みどころない力だとは思っても見なかったみたいなね話があったりするんで、まあおそらく濃厚なんじゃないかな。五老星が巨大な王国 VS 20の国の連合軍に参加してなかったっていうのはね、濃厚でいいんじゃないかと思っておりますね。いやこういうなんかちょっとしたセリフでなんか少しずつ分かっていきますね。空白の100年の勢力図というかね、五老星はいなかったんじゃないかっていうのは、ほぼほぼ確定でいいんじゃないかというところでございます。テリーさん2連続になってますね。1600円と800円ありがとうございます。お疲れ様です。ロマンスドーンは2作存在するってご存知でしたでしょうか。いやーこれ知ってるけど知らない。ウォンテッドに乗ってるガーブみたいなおじいちゃんが出てるのは週刊少年ジャンプに読み切りとして掲載されたもの。しかしそれより半年前にジャンプ増刊号、新人漫画家が世に出るために頑張る雑誌に掲載されたロマンスドンがあり、もろにシャンクスが出ていますと。2002年初版の公式本ワンピースレッドで読むことができる。あ、レッドに書いてあるやつだったら読んでるな。そのレッドに乗ってる小田先生の解説曰く、ジャンプ本誌の読者にシャンクスの存在を隠すために書いたのがウォンテッド版とのことです。最近レッドの方を読み返したのですが、なんと最後の決め技がゴムゴムの斧なんです。これ先生的にアチーでございませんかと。まあ、そうですね、このチャンネルでは口を酸っぱくするほど言ってますけども、ルフィの最後の大技っていうのが、まあ、ゴムゴムの斧の最終進化系の技になるんじゃないかというね、そういう考察をさせていただいております。ゴムゴムのギガントトールアックスのさらに上位互換みたいなね、
神話系でなんかかっこいい斧の名前ないかみたいなので、北欧神話かラブリスっていうね斧があったりするんで、ラブリスアックスとかね、中二病丸出しな名前ですけど、バジュラングガンがあったんでね、神様の名前プラス技の名前みたいなこと考えると、なんか神様の名前プラス斧みたいなね、ギガントトーラックスの最高進化系の技になるんじゃないかみたいなね。それっていうのが垂直落下式の攻撃で、まあ金獅子の式もギガントトーラックスで倒してるんですけど、雷雲に突っ込んで雷をまとったルフィのギアサードの技ですけど、当時のね、足が巨人族みたいにめちゃめちゃでかくなって雷をまとった攻撃で式を倒すっていうね、あれのこうセルフオマージュじゃないですけど、ああいう形でゴムゴムのね、最後斧の技でマリージョア、レッドライン、巨人島、モロトも壊すっていう流れになるんじゃないかっていうね、考察なんですけど。でまあそのエッグヘッドのね、クマの過去編で冒険をしてたら仲間が捕まることもあるかもしれない、それを助けるためには斧だと、最後は斧で決めてやるんだみたいなね、ルフィのセリフがあったりするし、で今このね、テリーさんがおっしゃってくれたように、ワンピースのプロット版ロマンスドーンの最後の決め技も斧だったと、まあもうほぼ濃厚でいいんじゃねえのか、当たってたってことでいいんじゃねえのか、モッチー先生の2年前の考察、3年前の考察っていうのが、最終回の最後の決め技っていうのはゴムゴムの斧の進化系ですと、わかんないけどねまあ私的にはアチーでございますと、まあそれが当たってようが外れてようがね、そうなんじゃないか、そうに違いないという結論までたどり着けたところがね、まあ考察者としてのゴールなのかなとも思ったりもしますので、当たりか外れかはまあね、小田先生のみが知るという、ところでございます。マジカルラブリーの野田クリスタルさんが初見読みの時はね、電話くださることがあると、ただ電話くださることがあるっていうねだけなんで、何か約束してるわけでもございませんので、お忙しい時とかね、電話いただけない時もあるのでね、過度に期待をせずにいつも待っている次第でございますけども、このタイミングでなくても2時3時とかにさ電話来る時あるよね、2時とか2時半ぐらいに来ることがあるね。モッチの歌は歌ではないけど、最近さ、小屋フェスに呼んでいただいたって、1ヶ月ぐらい前、夏のイベントとしてさ、小屋フェスでベースをね、めちゃめちゃ真剣にやってたことがあるんで、本当に音楽で飯食っていこうと思ってるぐらい真剣に音楽やってたことあるんで、ベースはまあまあ自信あるんですけど、小屋フェスでベース2曲ぐらい弾いてくださいって言われて、披露させていただいたんですけど、久しぶりにベースもさ、買ってさ、15万とか20万ぐらいするベース、思い切って買って、どうせやるんだったらいい音でやりてえと思って。で、まあ小屋フェス終わったから、もう弾く、ことなんてないんだけど、なんか久しぶりに始めたら楽しくなっちゃって、アンダーテイルわかります？ゲーム、アンダーテイル、トビーフォックスさんっていう人が作ったゲームなんですけど、めちゃめちゃ音楽かっこいいのよ、アンダーテイルで。そのベースをちょっと、もうアンダーテイルの曲全部ベース弾けるようになろうと思ってやってますね今。ドゥ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 ベースあんまり口で言ってもあんまり凄さ伝わないかもしんないけど。あとスパイダーダンスだっけ。あ、ライブはライブも弾かないとね、ギャグになるからやな。サンズ戦のね、メガロバニアだっけ、曲。あとアンダインとのやつさ。トゥン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 トゥ。いや、野田さん来ねえじゃねえか。なんか2週連続歌ったら野田さんが電話かかってくるみたいなのあったから、今頑張って歌ってみてんだけど電話かかってこねえじゃねえかよ。たまたまだったんだよ、だからあの法則は。これがオカルトってやつだね、要するにね。だからパチンコとかでさ、例えば店右足から入って2回連続勝ったからって3日目行ってまた右足から入れば勝てるっつって大負けすんのと一緒よ。たまたまよ、それは。別に歌ってるから野田さんが電話かかってきたとかじゃないんだよね、あれは。歌ったらかかってくるとかじゃないんだって、あれは。たまたまっていうことです、ございますんでね。オカルト。ベースだから、この。
いやちょっとね、多分さ、そのベーシストがベース弾いてるわけじゃないんだよな。多分アンダーテイルとかの楽曲って多分パソコンで打ち込んでんだよね。だからさ、メガロマニアとかもベース、まあ耳コピーして分かったんですけど、5弦ベースでも足んない、5弦ベースの一番太い音というか一番低い音っていうのを半音下げないと弾けないぐらい低いんだよね。めちゃめちゃ重低音でベース弾いてんのよ、あれ。ドゥ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 いやだから多分ね、打ち込みのベースだからめっちゃむずかったりするな。例えばさ、ビッグブリッジの死闘とかさあるじゃん、ファイナルファンタジー5とかの、ドゥル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 、あれとかも誰かが弾く風に作ってねえとかって言うよね、打ち込みで作って。それを無理やりピアノで弾く人とかいるけど、なんかそんなぐらい難しいんだよな。なんかそんぐらい難しかったりするわ、アンダーテイルの曲。ゲーム実況しながらベース弾いてください。まあいろいろございますけども、ちょっとね関係ない話もね、いろいろ飛び出してございますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうかということでね。